人生は下流ではなく上流で決まる。こんにちは、一生使える勉強法を執筆したアッキーです。それでは今回は上流思考、問題が起こる前に解決する新しい問題解決の思考法について解説していきます。ある時あなたは友人と川でピクニックをしていました。その時突然川の方から叫び声が聞こえました。見てみると子供が溺れています。あなたと友人は川に飛び込んで子供を抱きかかえて岸まで泳ぎました。そして今度は別の子供の叫び声が聞こえました。あなたはもう一度川に飛び込んで子供を助けます。するとまた別の子供が溺れているのが見えます。そしてまた一人、もはやカオスな状況です。一人一人の子供に対処していてもどうにもキリがないです。ではどうすればいいのか、あなたはわかりますか？川の上流に行って原因を突き止める必要があります。原因を突き止めて上流の問題を解決できれば多くの子供を救えるかもしれないです。このように問題を未然に防ぐための活動のことを上流活動と言います。例えば子供に泳ぎ方を教えるのは溺死を防ぐための上流活動です。また救命用の浮き輪を準備しておくことも上流活動です。一方、父親が溺れている息子を助けようとしてプールに飛び込むことは下流の事後対応です。どちらも大切な取り組みですけど、ほとんどの取り組みは下流活動に偏っています。なぜなら手っ取り早く対処できて効果が見えやすいからです。しかし僕たちはもっと上流活動に力を入れる必要があります。病気になってから病気を治すんではなく、病気にならないように予防に時間をかけることです。お金がなくなってから対処しようとするのではなくて、お金がなくならないように今から準備すべきです。問題を未然に防ぐことで大きな効果が得られます。この動画では上流思考を阻む3つの障害と上流思考になるための6個の質問、それぞれ解説していきます。分かりやすかった、勉強になったという人はいいねやコメントをください。下流思考から上流思考に変わればあなたの人生は確実に変わります。ぜひ最後までご覧ください。それでは上流思考を阻む3つの障害について解説します。冒頭でほとんどの取り組みは下流活動に偏っているとお話ししました。それには理由があります。上流活動には大きな障害があるからです。下流活動への偏りを緩め、あなたが上流思考を手にするためにまずは上流思考を阻む3つの障害を解説していきます。1個目は問題網です。問題網とは、悪い結果は当たり前で自分にはどうすることもできないという思い込みのことです。例えばプロ野球選手は全力で練習を行って試合でも全力でプレーします。その中で怪我をしてしまっても仕方がないと思われています。しかしそんなことはないです。怪我をしないプロ野球選手はいます。トレーニングを適切に行ってしっかり休養を取れば多くの場合怪我を未然に防ぐことができます。このように問題が見えなくなってしまうことを問題網と言います。見えない問題っていうのは解決できないです。あなたは問題が見えてますか？ではなぜ問題が見えなくなるのか。人は何らかの仕事に気を取られていたりプレッシャーを感じていると重要な情報をつい見落としてしまいます。早く仕事を終わらせなければいけない、今の仕事に集中しないといけない、そういった思いで頭がいっぱいになります。気をつけてください。他の仕事に気を取られていたりプレッシャーを感じていると全体が見えなくなってしまいます。続いて2個目、当事者意識の欠如。上流活動はとても重要な取り組みにも関わらず他人に強制されることが少なく任意であることが多いです。そのためどうしても当事者意識が芽生えづらい特徴があります。例えば人命救助の緊急事態への対応などの下流活動にはやるかやらないかを選択する余地がないです。お医者さんは心臓のオペを拒否できないです。介護士はおむつ替えを拒否できないです。これに対して上流活動は自分の意思で行う活動です。そのため誰かが
当事者意識を持ってその活動をすると決めなければ根本的な問題はいつまで経っても解決しないです。続いて3個目、トンネリング。大きな問題が起こると目の前のことしか目に入らず小さな問題を脇に追いやられてしまいます。残念ながら人には目の前で起きている全ての問題を解決できるだけの処理能力を持っていないです。例えば家族の誰かが病気になったら日常の小さな改善のことなんか考えていられないです。最も困るのは小さな問題が大きな問題を排除してしまうことです。人はたくさんの問題でバタバタしているとき全てを解決することを諦めるようにできています。この現象をトンネリングと言います。目の前の小さな問題でいっぱいになるとあなたの視野が狭くなって長期的な計画を立てたり問題の優先順位をつけることができなくなります。トンネルの中に入って前に進むことしかできない状態です。この時重要だけど緊急でない用事は先延ばしされてしまいます。続いて上流思考になるための6個の質問。次にあなたが上流思考になるために必要な質問を6個解説していきます。問題を根本から解決しようとするときはこれらの質問を意識して解決に取り組んでください。1個目、叱るべき人たちをまとめるにはどうしたらいいのか。上流活動の多くは複雑で解決するためには専門知識が必要です。誰か一人が行動しても成果は得られないです。仕事っていうのはチームでするものです。スポーツも同じです。あなただけが頑張っても問題は解決しないです。問題に関係するメンバーを集めてください。そして協力体制を作る必要があります。例えばあなたはDV を受ける女性を守る活動をするとします。あなただけが頑張っても問題は解決しないです。まずはメンバーを集めてください。この場合警察、地元の病院、被害者保護団体、検察局、加害者対応団体などの人を集めて協力する必要があります。一般にこれらの関係者はそれぞれ仕事をして別の誰かにバトンを渡すことを仕事にしています。病院は被害者を保護団体に紹介します。保護団体は暴力を警察に通報します。警察は事件を検察に送ります。関係者が一堂に話し合いの場を設けることはないです。上流活動を成功させるにはそれぞれのプロが集まって話し合い協力し合うことが大切です。これを本書では問題を包囲すると表現しています。あなたが問題を包囲できたら次は関係者をまとめる必要があります。鍵となるのは分かりやすくて達成しがいのある目標です。共通の目標があれば専門家たちも一つの目標に向かって協力し問題解決に取り組めます。問題を解決できそうな関係者を集めて問題を包囲したら共通の目標を立てて上流活動に取り組んでください。続いて2個目、システムを変えるにはどうしたらいいか。アメリカのある貧困地域とそうでない地域では約6キロ離れているだけなのに平均寿命が23年も差があることが確認されました。多くの人は医療の違いが原因と考えました。しかしデータを分析すると医療の違いでは格差をほとんど説明できなかったです。では真の原因は何か。それは社会のシステムでした。貧困地域に住んでいる人は住居を確保したり仕事を探したり健康的な食べ物を手に入れるのに苦労していました。一つ一つは小さな要因です。でもこの状態がストレスを生んで結果的に貧困地域に住む住民の寿命が短くなりました。このシステムを変えれば必ず結果は変わります。あるファーストフード店では食事を乗せるプラスチックのトレイをゴミ箱に捨ててしまう客が多いという問題を抱えていました。そこで店はゴミ箱を小さく丸い穴に変えました。するとトレイが入らないためゴミ箱に捨ててしまう客はなくなりました。身の回りにあるシステムはそこにあるのが当たり前の存在になっています。そのためそのシステムを意識することは難しいです。これは海の中を泳ぐ魚が水を認識できないのと同じです。あなたの生活や仕事の目に見えない水システムは何か考えてみてください。システムを変えることは絶大な力を発揮します。3個目、テコの視点はどこにあるか。システムが生み出す問題を防止するための取り組みで最も難しいのは
のは正しいてことそれを支える視点を見つけることです。重要なのは問題に寄り添うことです。多くの実例を検証し親身になってじっくりと考えることです。例えば若者が犠牲になった200件の殺害事件の報告書を調べると原因の多くは些細な口論や揉み合いがエスカレートしたものでした。殺人が起きてしまう状況に共通していたのは若者がストレスを抱えている、お酒を飲んでいる、銃を持っている状況です。これを方程式で表すとこうなります。若者2人プラスストレスプラスお酒プラス銃イコール死体になります。この方程式の一つ一つがテコの視点です。つまり解決の糸口になります。問題を解決するには若者のストレスを抑える、酒の量を減らす、銃規制を強化するといった対策が考えられます。このように問題に寄り添うことで問題点を細かく理解し効果的な解決策を講じることができます。問題に親身になって寄り添ってください。問題のシステムを分解できたらその中から達成できそうな対策を考えて行動してください。4個目、問題の早期警報を得るにはどうしたらいいか。あなたが問題を早く予見できればその分問題に対処する時間が増えます。例えばある会社は企業向けのサブスクを提供していました。しかし解約率が非常に高く、担当者は解約しそうな顧客をもっと早く特定できないか考えていました。そこでデータを分析するとサブスクを頻繁に利用しない顧客は契約を更新しない可能性が高いことが分かりました。これによってどの顧客が解約するのかしないのか高確率で予測できるようになりました。問題の早期警報とはこの問題専用の煙感知器のようなものを作ることです。先ほどの例ではツールの使い方がわからないお客さんをしっかりサポートすることで解約率を大きく下げることができました。問題を俯瞰的に見ることでいつ問題が起こるのか、どのような問題が起こりそうかを予測し未然に防ぐことができます。これは日常生活やビジネスだけでなく大きな犯罪を防ぐことも期待できます。物事を俯瞰してください。必ずあなたのミスの予兆があるはずです。5個目、製品を正しく測るにはどうしたらいいか。上流で難しいのは何を成功とするかという問題です。一方下流活動が成功したかどうかは分かりやすいです。頭が痛いから頭痛薬を飲んで痛みを止めたり、ノートパソコンが壊れてから修理に出して直してもらうことです。こういった状況では成功とは何かを考える必要がないです。しかし上流活動の成否は分かりにくいです。特に注意しなければいけないのは失敗を覆い隠す表面的な成功に惑わされないことです。例えば弱いチームを勝てるチームに変えようとするとき、選手のホームランの数を増やすことを目標にするとします。しかし実際にホームランの数が増えてもピッチャーのコンディションが悪かったら勝てないです。重要なのはあなたが最終的に何を実現しようとしているのか、これを意識することです。そしてそれに基づいた短期の指標を立てることです。例えばあなたが教師でクラスの生徒の中退率を下げたいという長期目標があったら、短期指標は生徒の出席率と成績を毎週チェックすることです。長期目標を意識して適切な短期指標を立ててください。6個目、誰が怒っていないことのためにお金を払うのか。上流活動が成功したと言えるのは問題が起こらなかった時です。問題が起こらなかったら成功です。例えば人類の寿命は伸び続けています。これには医療の発達よりも大きく影響を与えているものがあります。それは公衆衛生の改善です。安全な水道水を供給することやゴミ下水の処理などです。以前と比べて公衆衛生は劇的に改善されています。これが長生きに大きく関係しています。しかし公衆衛生活動は注目されないです。何も起こらなかったことが成功だからです。結果が見えづらいことにお金を払う人はほとんどいないです。アメリカでは公衆衛生活動に使われる経費が年々減少しています。ポイントは当事者が見返りを得られる仕組みを作ることです。問題が起こったら困る人と事前にルールを決めて上流活動の成功が分かるようにしてください。例えば公衆安全活動
動の指標と成果についてあらかじめ政府と取り決めをします。合意された複数の指標で成功したと判定されれば、その後は政府から継続的に活動資金が提供される仕組みを作ることです。上流活動が成功していると分かる指標を考えてください。それがなかったら困る人に伝えて、資金だけでなく共感を集めてください。応援する人が多くなればシステムをより大きく改善することができます。この本を読んで思ったことは予防の大切さです。病気になってから病気を治すのではなく、病気にならないように普段から食事、睡眠、運動に気を使って予防することです。お金がなくなってからどうしようか考えるのではなく、今のうちから将来のために準備して対策することです。問題が起きてから問題を解決するのではなく、問題が起きないように事前に対策を練ることです。僕が毎日本を読んでいるのも問題が起こらないように上流で解決したいからです。あなたも下流で解決するのではなく、上流で問題や悩みを解決してください。僕はこれからも問題を起こる前に上流で解決する準備をしていきます。この動画が良かった、勉強になった方はぜひチャンネル登録、いいねボタンを押してもらえると嬉しいです。それではまとめいきます。上流思考を阻む3つの障害。1個目、問題網。問題網とは、悪い結果は当たり前で自分にはどうすることもできないという思い込みのことです。人は何らかの仕事に気を取られていたり、プレッシャーを感じていると重要な情報をつい見落としてしまいます。早く仕事を終わらせなければいけない、今の仕事に集中しなきゃいけない、その思いで頭がいっぱいになります。問題網にならないために時間に余裕を持って行動してください。2個目、当事者意識の欠如。上流活動は他人に強制されることが少ないため、当事者意識が芽生えづらい特徴があります。誰かが当事者意識を持ってその活動をすると決めなければ根本的な問題は解決しないです。当事者意識を持ってください。3個目、トンネリング。大きな問題が起きると目の前のことしか目に入らず、小さな問題は脇に追いやられてしまいます。この現象をトンネリングと言います。目の前の小さな問題でいっぱいになると視野が狭くなります。長期的な計画を立てたり、問題の優先順位がつけれなくなってしまいます。視野を広く持つようにしてください。続いて、上流思考になるための6個の質問。1個目、叱るべき人たちをまとめるには。上流活動の多くは専門知識が必要です。そしてプロを集めて協力体制を作る必要があります。これを本書では問題を包囲すると表現しています。あなたが問題を包囲できたら、次は達成しがいのある目標を立ててください。共通の目標があれば、専門家たちも一つの目標に向かって協力して問題解決に取り組めます。2個目、システムを変えるには。システムを変えれば必ず結果が変わります。しかし多くのシステムはそこにあるのが当たり前になっていて、意識することが難しいです。あなたの生活や仕事の目に見えないシステムは何か考えてみてください。3個目、テコの視点はどこにあるか。上流活動では正しいテコとそれを支える視点を見つけることが必要です。ポイントは問題に寄り添うことです。つまり多くの実例を検証して親身になって考えることです。問題に寄り添うことで問題点を細かく理解して効果的な解決策を講じることができます。問題のシステムを分解できたら、その中から達成できそうな対策を考えて行動してください。4個目、問題の早期警報を得るには。問題を早く予見できれば、その分問題に対処する時間が増えます。大切なのは問題を俯瞰的に見ることです。これによっていつ問題が起こるのか、どのような問題が起こりそうかを予測して未然に防ぐことができます。物事を俯瞰してみてください。必ず失敗の予兆があるはずです。5個目、成否を正しく測るには。上流で難しいのは何を成功とするかです。特に注意しなければならないのは、幻の勝利に惑わされないことです。最終的にあなたは何を実現しようとしているのか、これを意識してください。6個目、誰が怒っていないことのためにお金を払うのか。上流活動が成功したと言えるのは問題が起こらなかった時です。しかし結果が見えづらいことにお金を払う人はほとんどいないです。上流活動が成功
行しているとわかる指標を考えてください。そしてそれがなかったら困る人に伝えて、資金だけでなく共感を集めてください。応援する人が多くなればシステムをより大きく改善することができます。最後に、上流活動は長く辛い道のりです。しかしあなたが苦労するだけの価値はあります。システムを根本から変えることの影響は想像以上に大きいです。例えば医療の世界はとてつもなく規模が大きく、上流活動の費用対効果も大きくなります。医療業界の市場規模のたった 1% がナイキの世界全体の売上高にも匹敵します。この動画、この本を参考にして、下流活動だけでなく上流活動に力を入れてください。問題が起きてから解決するのではなく、問題が起きないように上流で活動できるようになってください。きっと人生を大きく変えられるはずです。本日もご覧いただきありがとうございます。ぜひ次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録、評価ボタンクリックいただければ励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。